私は葵、地味でネクラな24歳。私には双子の姉がいるんだけど、姉は私と対照的でかなりイケイケなんだ。あさっては私とリュウジ君の結婚式だよ。楽しみだな。そうだね。ねえ、葵は結婚しないの？え、いきなり何？私たち同じ日に生まれて同じように生きてきたんだよ。なのに結婚するタイミングが違うとか寂しくない？え、そう？私は葵と同じ日に結婚したかった。それを先に結婚が決まった人に言われても。あ、そうだ、リュウジ君ってエイジ君っていう弟がいるんだよ。葵は彼の弟と結婚しなよ。はい。もしもし。あ、リュウジ君、あのさ、いいこと思いついたんだ。ちょっとちょっと、緑緑ってば、昔からこういう暴走モードになると私でも止められないんだよね。ああ、でもリュウジさんなら緑を止めてくれるよね。いいんじゃね、二人とも地味なとこそっくりでお似合いだよ。はあ、だよね。じゃあ結婚式の後に婚姻届を出しに行くときは、葵とエイジ君も一緒に婚姻届を出すってことで。オッケー、エイジに言っとくわ。この人たち、何なの？でも私とエイジさんはほとんど面識がない。両家の顔合わせで会っただけ。お互いに社交的な性格じゃないから全然会話をしなかった。まさかそんな人と婚姻届を書くことにはならないだろう。そう思っていたんだけど、私は緑の行動力をなめていた。結婚式当日。今日は私とリュウジ君の結婚式に来てくれてありがとうございます。ただここでもっとすごいお知らせがあります。なんとですね、実は今日私の双子の妹の葵とリュウジ君の弟のエイジ君も結婚することになりました。早速ここで二人にも婚姻届にサインしてもらおうと思います。え、待って、どうするのこれ。なんか会場の皆さんめっちゃ乗り気なんですけど。無理無理無理、サインも無理だし断るのも無理。なに照れてるの。そういうことなら早く行きなさいな。お母さん。ほら、進行の妨げにならないようにさっさと行く。母さん。その後、私とエイジさんはその場の空気に逆らうことができず、婚姻届を書かされ、結婚式後に緑たちと一緒に市役所で婚姻届を提出させられてしまった。じゃあ私たちはこのまま1週間のハネムーン旅行に行ってきます。しっかりやれよエイジ。なんてこった、緑に乗せられるままに本当にエイジさんと結婚しちゃった。あのはい。兄が暴走してすみません。あ、いえ、うちの姉こそすみません。元はといえばうちの姉が言い出したことで。俺実は嬉しかったんです。両家の顔合わせで初めて葵さんをお見かけした時、葵さんの落ち着いた佇まいに惹かれて。俺が葵さんに一目惚れしてたことを兄も知ってたんです。だからノリノリで話を進めちゃったんでしょう。え、じゃあエイジさんは私と結婚したかったってことですか？はい、俺は成り行きでも葵さんと結婚できたら嬉しいと思ってました。ってほぼ初対面なのに何言ってんだろう。可愛い人だな。で、私もほぼ初対面なのに、なんでエイジさんの気持ちを知って嬉しいとか思ってるんだろう。本当に結婚してみますか？え？ノリで結婚しちゃったようなものですけど、もしかしたらうまくいくかもしれないし、婚姻届は受理されちゃったわけですから、思い切って結婚してみますか？喜んで、兄たちよりも幸せになってみせましょう。そうですよね、そうしましょう。私とエイジさんはこんな感じでお互いに気持ちの整理をした。いきなり結婚した私はエイジさんの一人で暮らしているマンションにいきなり一緒に住むことに。お互いのことを話すのも一緒に何かをするのも初めてな私たちだったが、不思議と緊張はしなかった。私とエイジさんは雰囲気が似ていた。対照的な性格の姉や兄に振り回されていた境遇も似ていた。夫婦って意識はまだないが、共同生活をするのに何の不都合もなかった。むしろ私は幸せを感じていた。ところが
肝心の緑たちがこの1ヶ月ですでに険悪な空気になっていた。緑？どうしたの？お母さんから結婚が嫌になって帰ってきたって聞いたけど。別に。結婚してから気が合わないと分かるのってよくあることじゃないの？そんな、ちゃんと話し合った方がいいんじゃ。まあいいじゃん。どうせ葵のとこもうまくいってないんでしょ？いや、そんなこともないけど。は？結構気が合うみたいで、なんだかんだこの1ヶ月幸せだったり。そうなんだ。へえ、エイジ君って意外といい男なの？うん。私とエイジさんの気が合うんだから、緑とリュウジさんだってうまくやっていけるよ。わかった。リュウジと話し合ってみるよ。うん、そうした方がいいよ。その数日後、私とエイジさんが家で晩ご飯を食べていると、突然来客があった。あ、晩ご飯中にごめんな。大事な話があるもんで上がらせてもらうよ。お邪魔します。いきなりごめんね。大事な話？ああ、緑と葵ちゃんをチェンジしようぜ。はい？何言ってんだよ。私とリュウジ一緒に住み始めたら全然息が合わないんだよね。なんか同じ空間にいるのも辛くて。そうそう。で、どうすればいいか考えてたらこのアイディアが生まれたってわけ。それは兄貴たちも俺たちも離婚するってこと？いや、それは面倒くさいから戸籍はそのままで緑と葵ちゃんだけ取っ換えよう。大丈夫だよ。服装とか変えればバレないって。双子だし。そんなバカなこと。ねえ、エイジ君、私の方が葵より見た目も性格も華やかだし、周りに自慢できる奥さんになれるよ。え？ほら、葵ちゃんもさ、うちの冴えない弟なんかと結婚させちゃってごめんね。これからは俺が旦那さんになるから、いっぱい楽しいとこにも連れてってあげるよ。何考えてるの、この二人。自分たちが結婚したのも、私たちを結婚させたのも、こんなにあっけなく覆せるような軽いことだったの？あ、いい加減にしてくれ。葵さんは今俺の妻なんだ。そっちの事情に俺たちを巻き込まないでくれ。エイジさん。おいおい、何カッコつけてんだよ。お前らまだ1ヶ月ちょっとの付き合いだろ。あ、そうか。エイジは葵ちゃんにマジで一目惚れしてたんだっけ？でもさ、葵ちゃんはどうなのかな。1週間ちょっとでエイジなんかにマジにはなってないだろうよ。まあ俺なら1週間あれば骨抜きにできる自信があるけどね。私はエイジさんがいいです。え？確かにエイジさんについて知らないことはまだまだたくさんあります。でも私はエイジさんのことなら何でも受け入れられる自信があります。はあ？自分だけ幸せになるつもり？誰のおかげでエイジ君と結婚できたと思ってんのよ。緑とリュウジ君のおかげだよ。その軽いノリで行動するのどうにかならないの？それじゃ勢いで結婚して勢いで別れて、勢いで別れたこと秒で後悔する羽目になるよ。ちゃんと話し合ったの？お互いに歩み寄る努力したの？脊髄反射で喧嘩して脊髄反射で諦めるのやめなよ。ちゃんと脳みそ使って考えて行動しなさいよ。というわけで、その話は却下する。二人が別れるなら勝手に別れてくれ。わかったよ。リュウジ、もう一回ちゃんと話し合おう。ああ、そうだな。ごめんな、葵ちゃん、エイジ。こうして、嵐のような姉夫婦は帰っていった。緑たちの軽率さには呆れたが、エイジさんがそんなにも私のことを思ってくれていたと知って、嬉しかった。そしてそれは、エイジさんも同じだろう。夫婦としての初めての試練を乗り越えて、私たちの絆は深まっていった。数年後、私たち夫婦と姉夫婦は一緒に子供を遊ばせる仲になっていた。結婚当初はどうなることかと思ったけど、お互いに幸せになれてよかったね。葵たちのおかげかな。葵たちはほぼ初対面から1ヶ月くらいであんなに息の合った夫婦になってたでしょ。そんな葵たちを見てたら、私たちもうまくいくような気になれたんだよね。あれからちゃんとリュウジと話し合えるようになってよかったよ。葵とエイジ君は私たちのお手本かな。
変なの。先に結婚するくらい仲良くなったのは、緑と龍二さんでしょ。そうだったね。龍二さんと緑の気が合うように、エイジさんと私の気も合うのか。エイジさんと私の気が合うように、龍二さんと緑の気が合ったのか。どっちが先かはもうわからない。何より今は、みんなで笑っていられるこの日々を、本当に幸せだなと思います。